ということでございました。なるほど、私なんかの話と全然違いますね。キラキラ、若くて、素敵で、シュッとして笑わないさあ、はい、というところでですね、ここで、次のステージにご準備されている小田谷かな子さんと一曲だけずっとここで、やりたいと思うんですが、小田谷さんはご準備、小田谷さん、ごめんなさい、タイミングがあったんですが、大丈夫。どうもこんにちは、小田谷かな子と申します。よろしくお願いいたします。おまわりさんですか？違います。宮崎研究札穏やかな街づくり広報大使をさせていただいております、日向市出身の歌手をしております、小田谷かな子です。どうぞよろしくお願いします。でもあれですね、制服がとってもお似合いで、そうですね、なんかプリティな感じで、ね、よろしくプリティ、私最初に言いました通り、一応警察官なんですけど、はい、私制服があまり似合わない羨ましいな。ところで今日は、はい、宮崎県サウンドを、はい、一緒にじゃあ歌わせていただけるということで、そしたらですね、はい、カラガードさんがですね、はい、トヤ学長、すいません、あのちょっといいですか、すごい汗ですね、大丈夫ですか、尋常じゃない汗をかいている、大丈夫ですか？大丈夫です、このぐらいいつも書いてます、書いてます、大丈夫です。よかった、カラガードさんです。そしたらですね、はい、今までこの宮崎県サンバを気になられたことある方いらっしゃいますか？宮崎県サンバ聞いたことないですか？皆さん、ゆるキャラの宮崎県ワンちゃん3匹ひーくん、むーちゃん、かーくん知ってる人？そうそう、そのね、3匹のひーくん、むーちゃん、かーくんが一生懸命踊っている宮崎県サンバっていう曲があるの知ってる？はい、ありがとう。
した。